さあ、この時期に新製品の動画を見ている道具アングラーの皆さん、はじめまして、 K と申します。何を隠そう、この私、2023年も道具だけ買いまくって魚一匹も釣らないっていうね、道具アングラーの鏡を目指しておりまして、高い道具を買いなさいという僕のキャッチフレーズ、これをそのまんま実行していこうと思っております。はい、なんて冗談は置いといてですね、あまなこと言ってる場合じゃない。今回ね、この2つ出してきたわけよね。ダイワと、シマノとダイワ。すごく楽しみ。だからそのフラッグシップである、ステラとイグジストの話はもうちょっと置いといてくれと。ダイワとしても、バンキッシュとイグジスト、まあよく比較されることがあるけれども、いやいや、ちょっと待てと。うちにはもうちょっとバンキッシュ価格に抑えた軽快なモデルあるんじゃいということで、今回ね、このルビエアちゃんをエアリティという名前でモデルチェンジさせてきたと。2年でモデルチェンジしちゃったっていうね。まあ、ってことは来年ツインパーとセルネートがガチンコで今度やってくるわけね。でこれ皆さんどっち買うのっていう話、まあ、誤解なきように言っときますけど、別にどっちが上下とか もう基本的にないっす。はい、だいたい番手揃ってるし、どんな用途でも両方ともこなせますし、どっちじゃなきゃダメ、どっちが上下なんてことはもうほぼほぼないんだけども、やっぱ好みがあるわけよ。デザインであったりとか、もう僕で言うとね、このダイワの僕繊細な巻き感というか、なんていうかな、繊細なんだけども、ちょっとその巻きやすい、もうとにかくダイワの巻き感が結構好きなんですよね。こういうフィネスな釣りに関しては。これ今 FC の 2500S の XH という番手なんだけども、これね、ボディが2500じゃなくて1個ちっちゃい番手なのよ。ダイワってね、このローターとこのハンドルの方の距離、これ絶妙でございまして、回した時にね、なんかね、そのバンキッシュほど軽くはないんですよ。軽くはないんだけど、なんかね、ものすごくね、しっくりくる。こういうのが気に入ってる。で、じゃあシマノどうなのって言われると、バンキッシュね。で、これまた外話のモデルをずっと使ってて、で、久しぶりにシマノのモデルを握ったりすると、このバンキッシュを、驚くほど軽い、軽快。こうなってきちゃうんですよね。まあ、時事はね、若干このルビアスの方が軽いっちゃ軽いんですけど、まあ、でももう知れてます。だから天井突き詰めたら、まあシマノのそのバンキッシュのこのローターの巻き出しの軽さっていうのは異次元なんだけども、でもね、ダイワにも捨てがたい魅力があるわけ。結論もう出てるんですよ。好きなの使いなさいよって。ダイワとシマノ両方いいものですからね。そんな中でじゃあどっち買うのってなったら、さっき言った基準、皆さんにもあると思うんですよね。デザインがこっちが好きだから、例えばこのバンキッシュ買うとか、で K が言ってたように、この何微妙な巻き感、俺は台は好きなんだよねとか、ドラグが好きなんだよねとか、そういう細かなこだわりの上でね、また書き込みしていただければなと思います。僕もね、この動画を公開した後、じっくり皆さんのコメントを読ませていただきたいなと。で今回は、僕まだこのバンキッシュのサイトと、このルビエアじゃないエアリティのサイトまだ見てないんですよ。だから今からじっくり皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。初見ですね。さあ行きましょう、バンキッシュ。うわー、今回ね、これこれちょっとムービーチックになってる。いいやん。これよね、このスプール。来たね、この回転をなんかイメージした。今もう消えちゃったけども。ああ、ムービー、ちょっとこれ見てきます。僕ね、このムービーに関しては前回の19番キッシュの方が好きだな。前の19はね、ヘンミさんと湯川さんやったかなが話されてたと思うんですけど、ちょっとそういうボイスも聞きたかったね。機能も含めたプロモーションビデオ。これは本当にね、言葉なしのイメージビデオみたいな感じなんでね。はい、バンキッシュテクノロジーということで。これはいいな。このデザイン僕は大好き。みんなこれね、もしかしたら真っ黒の方がシックでいいよねみたいな感じの方いらっしゃるかもしれませんが、僕はこのデザインは好みものすごく。これ何って、ちょっともうちょっとしっかり見れないかな。なんかテクニックのとこ入ってきちゃった。テクニックのこのデザイン、あれですよね、あれ12番キッシュですよ。超懐かしい。ここのスプールがね、銀色だったな、あれ。銀となんか黒っぽいのとシルバーの本当に組み合わせ。
銀とシルバー一緒だけども、テンション上がってきちゃった。これかっけー、あれをホーストさせる。今までね、その12番機種が出るまではね、ちょっともっさりしたモデルしかなかったんですよ。うん、でちょうどねその12番機種が出た時に、あのバスのね、界隈で言うとジャッカルっていうね、もともとダイワを使ってた人たちとかがまさかのシマノと業務提携を行うことにより入ってきたんですよね。でその前ね、その2012年の前とかは、ダイワのモデルはすでにこのバンキッシュのようなあの軽くて軽快なモデルが多かったのよ、イフジスト含めね。じゃあジャッカルシマノ一体何使うのと、まあ、正確には2011年からだったかな、ジャッカルシマノはね。最初はそのステラとかの重たいローターのモデル使ってたんですけども、もうこのバンキッシュが出てから、あ、そのジャッカルの人たちの使うリールがもうバンキッシュ一色になってた、そんな覚えがあります。なぜならブラックバス繊細な釣りなんだな。シェイクしたりとか巻いてストップさせる。だからまあ実調面だけで言うとステラよりもバンキッシュの方が向きではあるのよ。であとシーバスとかね、繊細にやらないしといけないシーバスとかで、サーフとかね、サーフも軽さを重視したい時とかもまさにこれなのよね、 MGL シリーズの頂点と。うん、まあもうこれはもういつも通りよね、マグナムライトローターと。ただこのマグナムライトローター19と比べてどうなったのかっていうのは書いてない。あ、これ19かな。じゃあステラやないかい。28% 低感性。いやもうこれステラじゃなくて19と比べてよって話。それを見たいんだけどな。まあ。そんなに変わりはないんでしょうね、おそらく。でもいいよ。あ、いいね。これいけてるくない？うん、これはバスでしょうね。だってフロロ巻いてるもん。うわ、このデザインめっちゃ好き。今まではごめん、ちょっとまたデザインの話に戻って申し訳ないけど、今まではそのブラック一色でね、すごくシックな感じが、重厚な感じがしてたんだけども、でも、使用感はすごく軽快で軽い。で、これはちょっとシルバーが差しに入ったことにより、よりちょっとスポーティーというか、シャープなデザインになったよね。かっこいいよ。で、これ来ました。超三つ巻き。超三つ巻きと低感性が水中を掌握と。これ、どうなんでしょうね。まあ、ステラは超三つ巻き入ってましたけども、あれ重厚な方のモデルですから、今度この低感性ローターと三つ巻きが合わさった時に一体何が起こるのかっていうのものすごく楽しみなわけ。はい、これインフィニティループですね。もう言わずと知れたあのステラに入ってたこの超三つ巻き。内部構造の進化。これね、中間ギアが増えたことによって、手動を遅くすると。スプール上下が遅いことによって密に巻かれる。22ステラ僕ずっと使ってきましたけれども、かなりね使用頻度高いと思います、ステラは。で特に5000番とかもむちゃめちゃ酷使してる。でも全然ガタ来てないし、巻き上げ力が本当に強い。これ多分ねギアもでっかくなってると思うんだけども、巻き上げ力本当に強いし、で何よりもね、この話ごめん、ちょっとテンション上がってきて話が2点3点するんだけども、いろんな方向に、このインフィニティループいいよ。うん、まあちょっとトラブルはささやかれてはいるんですけども、まあ、僕はね、一発、まあどんなリールでもトラブルするんじゃねえかっていうね、28g のジグが押し戻されてくるような逆風の中で一回ね、エアノットかましたぐらいで、そんなにね、気にしてはないんですよ。うん、まあこれは個人個人いろんな意見あると思いますが、まあ、僕の場合はそんなにと。で、キャストフィール、これ抜群。まるでワンランク下の糸を使ってるかのような抜け感、ファシャーンつって。だから1号使ってたら 0.8。1.2 号使ってたら1号。もうそんな感覚があるんですよね。で、これね、オシレートによるバタつきが減少と。だから、この、オシレートがバーって速いと、グリーンって早巻きした時、もうだから、ね、バンキッシュによくあるシチュエーションですよね。回収する時とかに、グリグリグリって巻くと、もうこのオシレーションがブイン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 って動いちゃうわけ。だからそれが結構ブレる。まあ別に回収ならブレてもいいんですけどね。まあ早巻きとかね、そういうのそういうの。ジグの早巻きだったりとか。だからそういう時に、ここのオシレートのバタつきがなくなることによってより安定するよっていう話ですね、これ。はい、放出抵抗大幅軽減。飛距離がどうなのかっていう話はちょっと微妙なところはあるんですけど、もうキャストフィールは折り紙付き。最高です。あー、いいね。これかっこよくない？ねえ。あー、出たね。これインフィニティループ以外にもいろんなインフィニティテクノロジーが入ってると。インフィニティクロス入りました、これ。まあ絶対にギアでっかくなってる。うん。破面のこの接触部を大きくしたっていう話ね、これ。ステラの時にもありましたけど、さっき言った
巻き上げがものすごく楽になってる。だからギア大きくなってるのに、今回ね、また話2点3点するけども重量据え置きなんですよ。ってことは細かいところを軽量化してギアは大きくなって中間ギアまで入ってきたのにそのまま据え置きできたっていうのはちゃんと軽量化はしてるっていう話なんですよね。だからおいおいおいと、軽くなってねえじゃねえかっていう方いらっしゃるかもしれないですけども、内部構造をパワーアップしたのに重量据え置きで抑えてくれたっていうのがまたこれいいんですよね。でインフィニティドライブとかも入ってますし、だからもう軽い巻き上げ、この2つものすごく軽くなるのよね。巻き上げがすごいことになりそう。だからバンキッシュとかでもシャッドマグノでももう軽く負けちゃうっていうね、ステラの方が気持ちいいのはまあそうだと思いますけど、今までのバンキッシュに比べたら多分間違いなく良くなるでしょうね、これさっきの破面の話ね、接触部分の面積を大きくしたことによって耐久性2倍と、すごいね。でこれね、このメインシャフト、今までこのピニオンギア、これね、これで支持してたんだけども、メインシャフトを定感性ブッシュで支持、まあだからあの抵抗が減るって話で、デュラクロスだのこのアンチツイストフィンだの、まあいろいろ入っとるよと、もうステラに入ったの大体入ってる。あーラインナップ来ちゃった。あーなるほどね、これね、やっぱ皆さんどうなのって思ってるというか、まあもう周知の事実だと思いますが、これマグネシウムメインボディです。マグネシウムメインボディの片方はおそらく高強度樹脂 CI4 プラスなんじゃないかなと。ただ別にこれは二重ツインパワーで言われてるてか証明されたように、別に強度全く問題ないわけ、気の問題で。この辺ライトゲーム版ってね、C2000 ね、 C2500 までぐらいかな。でこっからまあ中間層ですよね、 C2500 から C3000、まあバス、それからエギングね、本流のトラウトとか、本流のトラウトは4000使ったりするのかな。であと C バスですね。でスーパーライトショアジギングとかもこの番手で僕はやっちゃいます。でこの4000番になってくると、サーフとか大河川ですよね、大河川の河口エリアであったりとか、あのライトショアジギングですね、スーパーじゃなくてライトの方、ライトショアジギングね。いやー僕はね、何が一番良かったかっていうと、印象的に今見た感じ、これデザインがたまらん。はい、ブラックとシルバーいいよこれ。じゃあ次ルビエア行ってみようか。ルビエアじゃない、エアリティね。はい、エアリティ行きました。うおー白い、ダイワっぽい、なんかあーローターかっこよくなったなこれ。まあイグジストのおそらく色違いだと思いますが、イグジストはすんごいミラーフィニッシュみたいなのされてるんですね。でこれはやっぱちょっとルビアスじゃない、もう出ちゃうルビアスが、エアリティ用にこのカラーを落とし込んでやる。いやーこれもかっこよくない、かっちりしてるって感じが出てるね。上質なリールっていうのがデザインを見てわかる。はい、来ましたこれ。うわいいね。ただ僕ね、ちょっとこのエアリティ文句言いたいところが一個あるわけ、それ後で言うけど、このデザインもかっこいいね。釣りを心から楽しんでもらうために、ビューもこれなんだろう、ストーリー、ああまたこれダイワの見にくいホームページ出ちゃったか、これ真の軽さを、ああなるほどね、こういう歴史が見れるっていうページね。 2年でさモデルチェンジしちゃうっていうのがね、またこれ思い切ったよね。完全にバンキッシュに合わせてきた感じですよね、シマノの。だ本来であればセルテートの年なんだけども、エアリティぶつけておいて来年のセルテートはツインパワーとぶつけるっていうね、その方がなんかね戦略的にいいのかな。あーこれいいね、ダイワ史上最軽、あーそうか、ダイワ史上最軽量フルメタルマグネシウム製モノコックボディ、ボディ構造はこれモノコックの方が強い気はするね。でもめちゃくちゃ軽いと、まあ、軽くて強いっていうのもかなり押してる感じですね。 LT2500S で 150g 軽っ。シマノの 2500S で見ると、165g ですからね。15g 軽いんですよ。エアリティの方がね。で、まあ、エアドライブデザイン。これは、イグジストに入ってたものですよね。細かく、モノコックボディよりも、この上の構造、ローターであったり、スプールであったり、シャフトであったりみたいな、そういう部分を見直したよと。ね、これ。ああ、エアドライブデザインね。うん。で、こっち、後ろの方、ボディユニットっていう方はモノコックで、もうこれ成熟されてる技術だよと。この辺見直してますっていう話ね。まあこれはイグジストで見た話でしょうね。ああいい。これじゃあ見ようか。まあバンキッシュと似たような感じですかね。
大型の青物とのファイトでもボディ剛性と高いドラグ性の実感。なるほどね。だからライトショアジギングとかにももうバッチリ使ってくるよってことですね。これサーフかな。だからコンセプトがね、まあ、基本的にバンキッシュと一緒系なんですよね。まあ、細かく言うと違うのかもしれないけれども、軽快で軽くて軽いロットとかにも合うし、それでいて、強さもあるよっていうね、一緒なのよね。でさっきちょっとうーって俺が言いたいのは 何かっていうと、 2500S の XH だ、 H がなぜかないのよ。これイグジストにしかなくて、ここ出してほしい、もうここだけが僕の不満。はい、中間なんでないのーって。で僕このモデル買います。なんでこれを買ってみて、ちょっとまあバンキッシュと比較したりとか、あと前回のねルビアスエアリティ、それとこのエアリティ比べてみたりとかしようかなと思ってます。はい、というわけで見てきましたが、個人的には僕デザインはバンキッシュの方が好き。19だったらちょっとどうかなっていう感じだけども、この12バンキッシュっぽい、これ大好き。ただその薪の軽さであったりとか、あの力強さ、あとそもそも初動の速さ、そういうところはねもう使ってみないとわからないんで、ちょっと両方買って比べてみたいなと。はい、てなわけでね、このバンキッシュ、それからこのルビエア、あ、じゃない、エアリティね、もう間違えてしまう、こちらもきっちり購入して楽しみながらね、使わせていただきたいなと思いますんで、またねそれ動画にすると思うんで、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。 K でした。